私は誰の指図も受けない。お前みたいな寒いやつから同情されるなんてヘドが出るね。私雨の日は体が軽いんだ。はーい、エフネル、子供だから手加減してほしいです。本当にこの子を渡せばお金はくれるのよね。もう何日もろくに食べてないの。母さん、父さん、どこに行くの？こちらの人がこれから面倒を見てくれるから心配しないで。今回の実験も失敗ね。こいつはもういらない。廃棄しましょう。廃棄ってどういうこと？これさえ終われば解放してくれるって。では麻酔を。結局こうだ。信じられるものなんて何もない。私は一体何のために生きてきたんだろう。本当バカみたい。私はこのまま死ぬの。死にたくない。私にもう一度チャンスがあれば、もしも自由になれるなら、私は。何ここ、なんでいきなりこんなところに。私はさっきまで。とりあえず進むしかないか。やっ！生きる前より体が変わる。これはもう人間ってレベルじゃないの。どうなってんの私の体。アーロン中佐、私たちの後ろで民間人がソウルジャンクから攻撃されています。しびれるよ。避難感覚を聞かなかったのか。私たちが助けに行きます。いや、ちょっと待て。どうやら我々が出る必要はなさそうだな。あの子は一体？何があっても絶対に諦めてはならん。
何があっても絶対に諦めてはならん。私がイメージした状況を作り出すこと、それが作戦兵の仕事よ。よっと。ふんふんふん。しびれるよ。何があっても絶対に諦めてはならん。よっと。ねえ、聞こえる？ああ、よく聞こえてるよ。よし、すぐ慣れたようだね。一旦、このオペレーティングシステムでカインの居場所を案内するわ。でも、カインはもう手がつけられないほど成長したソウルジャンクよ。危なくなったら、すぐに逃走ルートを教えるから、何も考えずに逃げて。わかった？細かいことはいいって。とにかく、そいつの位置は？どうしてそこまで戦おうとするの？その前に、あんたは何者なの？化け物、みたいな。普通の人間じゃん。バーカ。それ何のためのメガネだよ。普通の人間がこんな風に暴れられるわけないじゃん。しびれるよ。変態どもにいじくり回されて、この様だよ。それはまた何の、いえ、とりあえずわかったわ。後でまた話そうね。また肉か。やはりここは食べ物が多くていいだ。あれがカインよ。ソウルジャンクなのに人間並みの知能を持ってるから覚醒体って呼ばれてるわ。すぅ、もがいて死ぬ。恐怖に震える顔を見ながら食ってやる。どれほどのやつかと思ったらこんなもん。しびれるよ。何か言ったの？うわしつけのなってない犬に餌はあげられないっしょ。しびれるよ。ありえない。こんなチビがどうやって。ブロック、状況はどうだ？全く問題ありません。むしろ圧
倒しています。でしたれば予想通りだった。あの子のソウルワーカーということですね。あ、アーロン中佐、状況終了です。カインを討伐しました。やっぱり体が軽い。こりゃすごいね。ご苦労。まずは我々と共に都市に戻ってから詳しい話をした方が良さそうだ。何があっても絶対に諦めてはならん。何があっても絶対に諦めてはならん。キャサリンです。よろしくお願いします。私がイメージした状況を作り出すこと、それが作戦兵の仕事よ。私がイメージした状況を作り出すこと、それが作戦兵の仕事よ。よく来たっすね。力が必要か？しょうがないな。ギルド管理将校のセレスです。一緒に戦う仲間を探してみてはいかがでしょうか。
準スタリーフォレスト連合員のビクターです。どうされました？よろしく。もうどうなってるわけ？いいとこ見せてよ。私は歴史を記す者、イオ。資産管理は大丈夫ですか？ネットカンパニーこそ最高の企業。
ビれるよ。やっちゃ、やっ。よっ。
サリンです。よろしくお願いします。何があっても絶対に諦めてはならん。少し話す余裕はあるかね。君に紹介したい人がいるんだが。どんなやつ？我々スタリーフォレストで特別にソウルワーカーを支援するために配属されたオペレーターで、名前はクロエだ。これから君が戦うために大きな力になってくれるだろうから、少し話してみるといい。はじめまして、クロエと言います。オペレーターね。必要だったら呼ぶから昼寝でもしてりゃいいよ。はい、わかりました。しびれるよ。少し緊張しているな。ソウルワーカーを担当するのは初めてではないと聞いたが、緊張しているのか？はい、ソウルワーカーと会うのは久しぶりなので緊張しています。かなりびっくりして、朝出勤した途端ソウルワーカーが現れたと聞いてどれだけ驚いたか。その気持ちは理解できる。こうやって新しいソウルワーカーが現れたのも久しぶりだからだ。しかしこれからはオペレーターとして作戦は問題なく進んでいるか？むしろ強すぎて私がいなくてもいいくらいです。役に立てなくてごめんなさい。最初から紹介が目的だったからそこまで気負わなくても。こんなところで。でも何か私にできることはないでしょうか？まだやれる。んじゃ、面白い話でも聞かせてよ。初恋のエピソードとか。オペレーターをそのようなことに使うのはな。Yeah!
お疲れ様でした。この辺に覚醒体の反応はもうありません。この力にも少しは慣れてきたかな。俺の力が必要か？しょうがないな。おっと、危ない危ない。何か用かい？私がイメージした状況を作り出すこと、それが作戦兵の仕事よ。何があっても絶対に諦めてはならん。ネットカンパニーこそ最高の企業だ。私がイメージした状況を作り出すこと、それが作戦兵の仕事よ。準スタリーフォレスト連合員のビクターです。どうされました？何があっても絶対に諦めてはならん。